ツナかなこれ。これマゼラン。マゼラン。マゼラン。マゼランとかアラポラポパイティン。これ何？フォイ。フォイ。ポク。これがね、焼きバフンウニ。たくさん買えば負けて。絶対に合う。でもサメの歯に合わんよ。それで。じゃあかばしはどしも出たからなんとかね帰ってこれましたと。いや楽しかったよでも、まあね、うん、あホテルだ。やっぱホテルが一番落ち着くわ。はい、じゃあねホテルに帰ってきましたと。本日の朝課、本日の朝課はこちら。うわうわ、生くっせー。熊の実？熊の実だよな、これ。でも隠れ熊の実じゃないぞ、これ。これがね、ベラ。これ、こう、長いやつ。これがベラの仲間だし。ほんで、これがね、なんか、フィリピンで有名な、ラプラプとかいう魚だし。で、これも、このベラだね。これもベラ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 。とりあえずベラの仲間がいっぱい釣れるんだ。で、これが、モンガラハギ、ってかカワハギみたいなやつ。食えるんかな、これ。でもうまいとか言っとったからな。食べれると思うけど。クマの実ね。じゃあ、それじゃあ、ね、作っていく。日本からね、まな板持ってきたから。100均の包丁、買ってきたから。このクマの実を下ろしていく。どうしよう、鱗を取るか。鱗を取らんでこのままいくか。うわ、鱗を買った。結構鱗硬いんだな。はい、熊の実の三枚おろしの完成。皮を引いていく。熊の実の実。できた。で、このなんか長細いやつ。長細い魚、この鰓がつったやつ。これ引いた？引いたね、結構。くっせ。なんで南国の魚ってこんな内臓くせえの。なんかかますとベラ足した感じだな、これ。そんなような魚。はい、出来上がり、三枚おろし。でも腹骨をすいて、あめ。で、皮を引いていく。うぃー、これ。
次、このラプラプ。プラプラ、これはあんまり臭くねえな。こいつそんな臭くねえぞ。ね、うん。本当に。ラプラプの皮引き。じゃあ次はこの大きめのベラ、ブダイみたいなベラ。はい、この辺なベラの三枚おろしの完成。口が見るか。食べれるかどうか。そう、名前がわからんでも調べようがねえでな。どんまい、もうこれ食うしかねえんだ。綺麗な身。うまそうじゃね、これ案外。次はお待ちかね、このモンガラハギ、カワハギだね。これはね、まずね、ここに1本取る。これ現地の人は結構美味しいとか言っとったけどね、どうだ、本当かよっていう。か、デレかてるぞ、左右これ半端ね。できたと。肝がここにあるんだけど、肝はちょっと怖いから食べません。で、皮を剥いていくわけだが、買って、マジで買って、こんな、嘘でしょ。カワハギのモンガラの三枚おろし。Thank you.
これ。じゃあね、おろし終わりましたと。こういう風にすごいね、あの魚がね、熱帯魚が、これがカワハギで、これがラプラプの、これが大きいベラで、これがニモにで、このカマスみたいなベラ、このね、5種類を使って今日は姿作りを作っていきたいと思う。俺ぐらいになるともう大根持ってきちゃうからな、砂を作っていくんだけど、で、これめっちゃ切れるぞ、100均のこの、めちゃくちゃ切れるこれ。はい、抜けましたと。完成。熱帯魚の姿盛り、これがね、これがね、ニモの刺身と、これがラプラプっていう魚で、これが変なベラで、これも変なベラで、これも変なベラで、これがね、カワハギ、なんかモンガラハギの仲間だ。なんかこれ大丈夫かな、これが一番不安。俺はいただきます。やっぱいただきます。